どうも、戦国美少女です。ということでですね、本日も2を2やってまいりたいと思います。前回はですね、この戦国美少女、桶狭間の戦いに乱入して、こうね、あやかしを切りながら、道を切り開いているという感じなんですけれども、今回はどんな敵が現れるのでしょうか。非常に楽しみでございます。では、やってまいりましょう。勝手にね、全然関係ない話だけど、勝手にね、このステージのボス、今川義元なんじゃないかなって思ってます。なんかおるね。目ん玉一つパンチ回るね。で、あそこに雑魚敵持って、まず倒さなあかんのはやつ。で、こうすることにより、あい！僕、氷属性がつくんですよ、武器に。で、もう早めに撃っちゃう、これも。いけ、宿の神。いて、戻ってこい、宿の神。強い強い。で、回復は忘れずに入れていく。はい、よい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 、あ、切ったんでは、はい、強い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 、戦国美少女強いよ。よっしゃー、なんかねぐらがなんとかとか言ってたね。よし、とりあえずこれももらいの、この魂ももらいの、あ、これももらいの、お前の魂いただくよ。よし、オッケー。はい、ということで装備も整え直したのでやっていきましょうと。うわっ、ごめん、普通に見てなかったわ。でね、装備整えるついでにあの妖怪技も変更したんですよ。ちょっと待ってね、どっちがどっちだろう。行くべ、くらえ。あー、ゴズキタックル、あれゴズキタックル前使ったことあったっけ、どうだっけ。あー、ゴリ押し、ゴリ押し、よいしょー、オッケー、ゴリ押し、よし、オッケー。いや、めっちゃ普通にびっくりしたな、今。やっぱ上もちゃんと見ていかんといけんね。これさ、このステージ、何割ぐらいまで来てんだろう。お、なんか出てきたで。おー、お前が、お前、いった、おー、お前、うわぁ、来た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 。じゃあもう一個行きます。ドワン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 。今さっき倒したやつの魂。ドーン。よしよしよし。なんか地味だなぁ、今回の妖怪技。ちょっと明るいとこに来た。なんかいるね。向かい側にいるね。またあれだね。おう。あ、下でやられたん？かわいそうに。いっぱいいっぱいやられとるで。俺でも、はしご降りるんじゃなくてさ、こっちから降りてさ、アイテム回収したいね。あ、児玉さんがいる。待って、いた！待って、痛い！ずるいずるいずるい。飛べんのはずるい。くらえ。おぉ。よいしょ。エイムエイム。ちょっと待って、火が消えない。よいしょよいしょ。ずるいべー、そんな。あっ！くらえ！待って、これさ、あれじゃん、一番最初の方じゃん。お前とはもう戦ったべ。いた！うわぁ！お前とはもう戦ったべ。うわい！うわい！うわい！マジの一番最初のところじゃん。よいしょー、はい、ついてくんで。はい、あ、なんか思ってた攻撃と違った。待って、やられるのでは。おお、よー、危ない。ここに来てお猿さんにやられるは僕のプライドが許さないね、さすがに。これ一番最初のとこだよな。なるほどね、まあ、一番最初の方にもこれでいけるようになったよと、そういうことですね。上にはいない。お、なんかまた雰囲気変わったね。あ、なんか俺この道見たことあるべ。これさ、こっち抜けたらさ、天狗いない、いないわ。待って、ここってお前、お前が落としとったんか。お前があの今落としとったんか、お前。前回の。許さんべ。
あれは許さん。うわぁ、もうなんか今、すげえスッキリした。お前やったんか。くそー、あれマジでびっくりしたがな、初回の時。やってんのかな、これどこに繋がっとる。うん、これ、あそこよね。こっちの方よね。で、僕はここに入るとき、こっから来たんだけど、ここ今日ゲーム始めたとこやね。あれより下はないで。お、なんで何しとな、何しとん急に。こっちがある？あ、こっち行ってないのでは？うん。こっち側のルートがあるね。こっちに行こうか。あー、はい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 。いい感じじゃん、いい感じじゃん。うーわ、もうめっちゃ、雷落ちてんね、木の上に。めちゃめちゃ戦場じゃん。いるよね、あそこ。大混乱、大混乱。あ、ね。雷当たんのこのゲーム。やば。え、待って待って待って、これ。僕、鉄系のやつを持ってるから雷当たるとかそういうこと？装備変えたら当たんないとかある。でも、戦国の武具ってさ、大体雷当たるよね。待って、いた！いや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 。あー、これやっぱ普通の雷じゃないんだ。なるほどね。この辺にさ、社とかない？セーブがしたいべ、普通に。よっしゃ！あ、これ敵にも当たる！これは大発見！これは大発見！ほんで、私、社が欲しい。ないね。止まっちゃダメだね。でもそんなに追尾性能高くないね。じゃあいける。我ら？当たるでそこ。すごい当たるで。これ案外敵に当てんの難しくないんじゃない？ほら。ほら。余計敵おった。すごい歴戦の猛者感。お、ほら。案外敵に当てんの難しくないな、これ。いいぞいいぞ、活用していこう。あ、僕の味方になってくれる雷か、これ。いやー、ごめんボスか。ちょっと待って。いや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 、急に来たやん、急に来たやん、急に来たやん。ちょっと心の準備ができてなかった。うーわー、マジか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 。え、今川義元じゃん、絶対。急に始まるやん。おお、また魚が一匹増えたようじゃ。うん、めちゃめちゃ強者感ある。歴代でやってきた今川義元の中で一番今川義元っぽい。噛んだからダメだな。強そう。やばいやばい。え、人型の敵って初めてじゃない？人型のボス。やばい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 。歴史的名場面に出会ってない。刺身にしてやる。刺身にしてやる。やべえ。こいつ美少女空気だ。おい、で！タイミングが、あ、いって、おお、そんなことしよる。おい、いた、なに、いやいや、マジでお主との戦い方がわからん。ちょっと待って、いって。よし、ああ、が、ぶわあ。ちょっと待てよ。わからぬ。くらえ濡れ女。うわ、外しよった。ええー